スタサパンダさん、ありがとうございます。えー、今回の書魔くんの、ヘッドスケレンの。 えー、選出への一言は、高所六の落選についてと思われがちですが、えー、そうではないと思います。うん、これもね、まあ、ずっと言ってきたことで、えー、僕もそう思っているんですけど、えー、羽生くんが全日本に3連続欠場して、えー、特例でも、えー、五輪に選出されたり、昨年の三原選手の五輪と世界選手権の落選、えー、高橋選手と小塚選手、安藤選手と中野選手の登落など、 今までいくつもの物理を醸す選出がありました。全日本と他の大会の扱いが不明瞭なものもなども問題。今回は翔馬くんの一言で少し説明があったようですが、より観客,的客観的な選出にするためには、全日本にも他の大会と同様ポイント制を導入したらいいのでは。今回の男子を見ても翔馬くん以外は実力拮抗ですし、点数制なら数点の違いなので楽 違いでの落選も規則として問答、えー、無用なわけですまあこの、えー、点数制御するというポイント制にするということに関してはですね、えー、まあ株君テレビの中でもえっとまだ下戦2本あって先行 <laughs> 終わった後に皆様と会議して、まあ、なかなか難しいんじゃないかなっていう話とかもあったかなと思うんですけど、まあ、どうでしょうかね点数ポイント制うんまあえっと以前は確かポイント制だったと思うんですけどまあそれがちょっとうまくいかずになってしまったかなってなったんでまあ悪くはないかなっていう気がするとは思うんですけどまあ そうですね、うん。ワールドスタンディングに国内大会の成績は加味されませんが、えー、選出選手の決定の補助として入れるというのは、まあ、そ,そうでないと結局明らかな差がない,ない場合、えー、人気やコーチの えーと力関係など、実力以外のことが決定に影響するかと思えるから、えー、全日本出場が必須のはずなのに、えー、3年連続で欠場をしながら五輪や世界選手権に発見された羽生君、えー、怪我を治して、えー、怪我を押して出場し続けた翔馬ん、えー、怪我を押して出場し、今回は実力を発揮できなかった優馬ん優馬んが今回出場しなくても、過去2年の輝かしい成績から、羽生くんのように欠場しても選ばれたのでしょうかということですね。 えー、そうですねここの部分ですねちょっとここの部分が僕もいまいちよく分かんなくて、えー、まあ確かに鍵山君まあ羽生君の場合はまあえっ、ー、とこれはそっちえっとそうですねえっ、ー、とピョンピョンちゃんの時ですねうん、まあ、多分ですけどまあそっち五輪で金があるということと、まあ、あとはまあ明らかにそうですねまあにその何だっけなまあそっち終わってからのシーズンずっとその なんだっけ結構いい成績でかなりいい成績を取り続けたっていうこととかも含めてかなっていう感じはするんですけどまあ確かに狩山くんもまあえっといい成績が取れてたと思うのでえー、まあそうですねなかなか難しい部分があるかっていう感じますこれ皆さんどうでしょうかねここはあんまり議論、まあ、ちょこちょここうやって入ってましたけどここの辺っ確かに気になってはくるかっては思うんですけどうんそうですねなぜかうんでも狩山くんの場合そうですねもうちょっとあれかな うーんちょっと分からにくいところがあるなっていう感じはするんですけどね。うーんなんか羽生君の場合はなぜかしんないですけど確かにそのオリンピックとか世界選手権に派遣が、まあ、ある可能性が高いなと思っていたんですが以前日本前から。でも狩山選手の場合はなぜかそ,のそうですね分かりませんけどまあ 今回厳しいかなってちょっと感じた、感じてしまったんで、まあその雰囲気的なもんなんですけど、なぜ僕はそう思ってしまったのかっていうところっていうのは、いまいちその、えわ、ー、かんない部分があるんで、これちょっと皆さんなんか、 わかる方というか、いたら、ちょっとコメントいただければと思うんですよね。うん。確かオリンピックで銀も取って、まあ、世界選手権でいい成績を出してるんで、まあね、できれば特例を認めてもいいんじゃないかっていう話があるかと思うんですけど、まあ、あの、この辺がどうなのかっていう感じはしますね。えー、全日本出場が必須のはずなのに、3年連続で欠場をしながら、五輪や世界選手権に派遣された羽生君、えー、けがをして出場し続けた翔和君、えー、けがをして出場し、あ、これ読みましたね。読みました。うん。 私たちは見る側ですが、選手たちは全員1年間努力をし続け、地区大会から勝ち上がって全日本出場を果たしています。どの選手にも公平、公正で納得いくような、いくように明確な選手情報でお願いをしたいですね、ということですね。うん、そう思いますねやっぱり えっと、まあ、ちょっと、だんか、カギ山くんの件だと思うんですけど、これはちょっとまだ議論が足りてないのかって感じるんで、まあ、この辺どうでしょうか、皆さんね。うん。ちょっと気になるので、えっと、意見とか聞かせていただけると嬉しいですね。なんか、なんかしないです。ちょっと勝手なあれなんですけど、なんかしないですけど、鍵山くんの場合は、全日本選手権で、 ええー、いい成績が取れなかった場合、まあ3位とかだったらいけると思うんですけど、取れなかったらなぜかいけない可能性が高いなって思ってしまったんですよね。だから、羽生くんの場合はなぜか死んでませんけど、まあなぜかと言いますかね、えっと、なんかいけるかなっていう感じがあった。で、その感じっていうのが、多分なんでしょうかね。なんなんでしょうかね。うん。ちょっと雰囲気的なものしかちょっと言えないんで僕は。なんで、これちょっとなんか点数とか含めてですね、言える方いたら、ちょっと、えっと、なんかいただければ嬉しいなと思います。はい。 茜さんよろしくお願いします。 えー、僕、決してあれですよ。鍵山優真くの嫌いとかじゃないですよ。好きですからね。そこはちょっとあれですよ。うん。私が優真んへの心がけ。優真んが一番つらいということを忘れない、えー。治療に専念できるように祈る。ネガティブな言葉を言わない。聞かない。スルーするということですね。優真んの笑顔を忘れないようにして、元気に過ごす。復活したときは笑顔と拍手して迎える。優真んの名前のように、人に優しくあ、そうですね。優真んね、えー。ちなみに体操のおか,おかし,おかし 新之助選手は、ゆうまくんの高校の学友ですということ、ああ、そうなんです、なるほど。ということで、ちょっと、なるほどですね。うん。はい、まあ、確かに、あのゆうまくんね、うん。えー、まあ、とりあえず、まあ、けに専念をしてですね、まあ、あの、なんだっけ、えっと、まあ、ちょっと色々、いろいろつらいこともかなり多いかなと思うんですけど、まあ、世界選手権ね、でも、彼自身はやっぱり、行きたい気持ちが強かったと思うので、うん。えー、まあ、なかなかちょっと、いろいろ、その、ね、 成績、えー、全日本選手権悔しい思いあったかなって思うんですけども、うんまあ、まずは怪我に専念を直すっていうところでしょうかね。うんえー、やっちゃんやんさんありがとうございます。かぶくこんにちは、えー。蒸し返すつもりではないんですが、全日本について一言。えー、全日本は、えー、選手にとって特別な試合ではないでしょうか、うん、あそう思います。やっぱ選手たちは まあ、あの国際大会とかも結構あるんですけど、まあ、リキュ,リュールなんかも言ってましたけど、えっと、まあ、日本に向けてかなり練習をしてきた、まあ、メダルだけを取るんだったら、まあ、ぶっちゃけ、まあ、簡単って言い方ですけど、まあ、できるわけで、うん、でもやっぱ、それでも全日本で出れなかったことについて、すごい、相当な悔しい思いがあったということだったので、やはり全日本は特別な感じがあるのかなっていうのは、やっぱ改めて思います。 えー、毎年ブロック大会からトップ目指して勝ち上がってくる選手、えー、怪我を押しても、えー、出場する選手たち、一部で運動会や発表会で揶揄する方々もいますが、えー、昔から見ていて、今年はほとんど本当にレベルが上がったというか、男女とも第1グループから目が離せませんでした。うん、えー、選手たち頑張っているのだから、関係者はみんなで力を合わせてフィギュアスケートを盛り上げていってもらいたいと思います。<laughs> その通りですね僕僕ももう思っってていて、まあ、第一グループかから僕も今回かなりずっと見てきて ですねえー、とここまで第1グループから見たことってこれまでなかったんですけど今回放送がちょっと,、えー、と見ることが僕全部できまして運よくうんいや本んなんか面白い選手例えば、えー、佐々木春也選手とかねすごく面白かったし、まあ、東京で,で、えー、京都大学でねなんかそう理論で飛ぶ男であったりとかあと西山慎吾ちゃんのね最初で最後の全日本とかすごく良かったと思うしえー、本当にそういった意味では、まあ、全日本面白いなとは思いますね。 うん、で、ちょっと僕はあの動画のことだところ思うんですけど、ちょっとあの動画はちょっとね、なんだっけ、全日本をやる必要はないっていう動画を上げたかと思うんですが、あれちょっと削除したいと思うんですけど、うん。まあなんだっけな、あれちょっと先行のとこで、ちょっとなんだっけ、うん。まあかなり、えっていう先行で結果で、ね、ちょっとびっくりしすぎてね、まあ急遽動画を上げたやつだったんで、まあ、ちょっとあれは非表示にしようかなと、と確かに思っていて、えっと、なんだっけな。 うんまあ、確かに選手、まあ、全日本選手権に出場する選手たちって、まあ、その全日本が特別かなってやっぱ思うので、えーまあ、ちょっとそれは削除しつつですね、でもまあ、まあ、ちゃんとした、まあ、そのなんだっけ、選考を、まあ、説明をちゃんとしたりとかっていうところはね、まあ、望みつつも、まあ、ちょっとあの動画を削除していきたいなとは思ってるんですけど、うん。えー、並々さん、よろしくお願いします。 えー、高橋垂みさんと本郷織香さんが全日本を振り返りをしていて面白かったです。うん、あそうですね、これね、僕途中までね、あのライブで見ていたんですけど、途中から消えちゃって非、非表示になっちゃったんですよね。だからでもね、なんか昨日見たらまたなんか動画上がっててですね、ちょっとまた見てみようかなと思ってますよ、僕。うん。えー、シウマくん、部分だけちょっと紹介。えー、シウマくんのスケーティングは唯一無理の中でも、唯一無理で、あのスケーティングを子どもたちに教えようとしても、えー、教えられない。 全て練習と怪我を積んで出来上がっているものだからみたいなことをおっしゃっていました。 うん、またグラビティはおそらくスケーターみんな好きであれば滑ってみたいと思うけど難しいと私たち素人ではその難しさは分かっておりませんがえスケーターが思うって言葉本当に高難度のプロを高難度に見せないように滑っているんだなと思いますえー g ンメアトルはどのシーンも絵画のようにとおっしゃっていましたがえこれは本当に納得、えー、ミタアナもどのシーンを切り取っても芸術作品とおっしゃっていましたねうん、えー、ところで私はいろんなパフスワードは あパスワードはですね、しょう馬くんの作品と自分の好きなものにいろんな数字を組み合わせたりすることがあるんですが、えー、g セミアとればちょっと難しいかなと思い、どうしようかなとか思っています。私の SMAP ファンの友達はデビュー曲から順番に使っているんで、えー、パスワードを変えるときも迷わないし、便利みたいですね。とああ、なるほど。そういう感じで。 何かあったということなんですけど、ちょっとすべて僕まだこの動画を見てませんけども、でも、宇野くんのところ唯一無二っていう話があったかなと思うんですよね。うん。ただ、パスワードのシーンはちょっと、あの、わかんなかった。そこら辺がちょっともうちょっと見てみたいなと思うんですけどもね。うん。 えー、ミケ様よろしくお願いします。えー、ナミナミ様、コメントを開けてから気づいたら、ナミナミ様と同じ、えー、全日本振り返りを見てのことでした。とても楽しい動画でしたね。うん。えー、グラビティはスケーターみんな好きじゃない,ないんじゃないかっていうのも、えー、興味深いな 思いました私はあれはステファンがくん、えー、のレベルアップのための、えー、プログラムじゃないかなって思うんです、えー、こんなステップや表現もやれるようにやってみてみたいな、うんえー、パスワード私は書、えー、君に偏ると予想がつきやすくなると思うんでやもなく物語の好きなキャストの名前とか、えー、好きな歌の歌詞なんかも使ってますよということですねなるほどですねパスワードっていうのはちょっとよくわからなかったんですこれちょっと動画を見てみないとわかんないっていう感じですかねうん 二宮、えー、様、もう一頭です。えっと となるの部屋の動画が上がっていきましたね、えー。なるちゃん、リカちゃんのスケート愛いっぱいの全日本振り返り、いろいろな選手を愛いっぱいに語ってくれています。えー、その中で私はやっぱりショーマックについてのお話にアンテナがピコピコ動いてしまうんですよね。とっても嬉しいことばっかり語ってくれていましたが、その中でもなるちゃんが言っていたことで、印象深い言葉、抜粋させていただきますね。えー、ショーマックのスケートってみんな唯一無理なんだけど、えー、その中でも唯一無理で、えー、実際彼のスケートを子供 たちに教えようと思ったらどう教えていいかわかんないこと本当に解明不可。そうなんだよ、唯一無二の中の唯一無二なの。うん、あそうですね、えー。解明不可なのって自分の中で話題沸騰。うん、ありがとうございます。ちょっとこれはもうちょっともう一回見なきゃだめですね。もね翔く、えー、君のスケートを言葉で表現するって私もいつも難しく感じます。言いたいこといっぱいなのにどう言ったら伝わるのかなっていつも思う。何がこんな違うんだろうなんでこんなに惹かれるんだろう えー、その中で、えー、いろんな人が、えー、いろんな表現でひょうまを語ってくれていたり、えー、ファンだったり、えー、海外、国内解説者だったり、えー、スケート関係者、指揮者、素人目線でも、うんあ、本当ですね、いろんな方が本当そういう感じを語ってるんで、何て言うんでしょうかね、答えは一つじゃないって言いますかね、かそういういろんな目線というかね、面白いですよね。 うんえー、それを読んだりり聞いたすするのが私はとても好きですなんかフィギュアスケートをやってなかったりする方がですね、まあ、逆に宇野くんの魅力を語っているのを見たりしてあこういう目線もあるんだっていうなんか何んて言うんでしょうかねいろんなその見方っていうのがあるのでそれはすごく面白いなっていうふうに感じます、えー、それを読んだり聞いたりするのが私はとても好きです一度すべてを網羅して一覧にしてみたいなと思,い思うほど、えー、自分が感じていたことを言葉で表現をしてくれるのを見つけた時に、えー、最高に幸せだなっていうふうに感じました カブくんテレビの視聴者さんのコメントでも私は何度もかぶくんも幸せをもらいましただからかぶくんテレビを見るのがやめられないありがとうございますいやほんとそんな感じで「なるの部屋」の動画では他の選手のファン必見ですよ、えー、全部書いたらめちゃくちゃ長くなるんで書きませんが見ていて楽しくなるんでおすすめですそうそうなるちゃんの中で MVP は春休みのおたりですよということですねあそうでしたね確かこれだけ聞いたような気がするんですけども確かうん なんかでもね、坂本さんの話とか、島田もーちゃんの話してるときに、途中で動画止まっちゃったんで、うん、えっともう一回アーカイブをちょっと見てみたいと思うんですけども。うん ミケ、えー、さん、ありがとうございます、えー。ようやく今年最後のお仕事終了。えー、年末は繁忙期なので、えー、非常に慌ただしく、株君テレビの怒涛の動画もようやく昨日追いつきましたよ。いろいろ議論も尽くされたようですね。えー、だいぶ収穫の様子なんで、いろいろ感じた私の思いは省きます。 全日本も、キシビも、まだじっくりすべては見ていないんで、えー、これからゆっくり楽しみます。今頃になってですいませんが、諸馬くんの今年のの振り、えー、すいませんが、これだけは今年のうちに何としても言いたい。えー、冒頭は安定の美しい幕開け、綺麗な4回転フリップ、えー、そこからジェットコースターの始まり、ギャー、転倒からのコンボいった、43成功からの、えー、またコンボいった、次が42成功。 からのド2連チャンえ、3連チャン、422からのスピン。マニラーノ、マニラーノ、いやむりっしょ。けど強引にいった。で、盛大なタイムオーバー。 えー、今回はベテランの円塾よりも若手のチャレンジャーな演技を見た,か見たかのような、えー、新鮮さ、本当に楽しかった。えー、試合後の翔馬くんのインタビューを見ると、どれも経験に基づく確かな考えでのことだったようですが、見ているこちらは思わず声を上げてしまうほど興奮をしました。えー、なんていうか構成の急な変更は、えー、昔の翔馬くんをほうとさせますね、えー。それが今年の年になってもできるって、翔馬くんは今でもチャレンジャー、精神は変わっていないんだなと楽しくなった。 たフリーでしたあといや、私、360度カメラでステファン固定した、あステファン固定した録画をもしたんですけど、えー、見返したら、ステファン幸四郎君と相馬んで行ったり来たりですごい慌ただしくて笑っちゃいましたということです。あ、なるほど、これ会場でですかっていうことですね。うん。これ会場でやっていたということでしょうかね。えー すごい慌てらしくて笑っちゃいました。え、並根さんの観戦投稿でおっしゃっていた通りです。あの時のステファン、真面目に体が2つ欲しかったんでしょうね、という、そう、そうなんですよね。なんか、宇野くんね、言ってましたけど、えー、気づいたら、幸四郎くんのことをね、ステファン見ていたとか話していたり、結構やっぱ、甲子郎くんの銀が嬉しいっていう感じで、もちろん、翔馬くん、でも、やっぱそれだけ宇野選手に対する安心感っていうのはあったんでしょうかね。うん。なんか、そういうふうに感じましたね、僕はね。 だからなんか、あれかな、あのでも小野選手も、幸四ロ君の活躍がうしいって言っていたので、やっぱステファンとか、まあ、チームシャンペリー、あと幸四ロ選手も、まあ、よくその記者会見とかで、まあ、チームシャンペリーで頑張っていきたい、見つめ直していきたいっていうところ、すごく印象的で、やっぱそういった仲間の、その、なんていうのかな、えっと、結構、その、まあ、なんていうんでしょうかね、こう、高み合うって言いますかね,ね、というものは感じられたんで、まあ、そこが非常にやっぱ良かったなっていうところがありましたね。うん えー、おおははりここささんんんよろししくお願いします、えー、株さんこんにちは昨日、小田さんの全日本終了時点のライブ配信のアーカイブを遅ればせながら見たんですが、選、え、考、ー、代表に関してあれこれお話をされていて、えー全ね、全日本2位まではまあ、いけるよね、3分け目が混沌としてるなと話してるんで、えー、結果を知っている私は未来から見ている気分だったわと。 ははい、はい小田さん世話上げてましたよね。まあちょっと残念ながら僕あの動画まだ見てないんですけどあーあの全日本の主流のライブ。 上がっていいたと思いますでその中で小田さんは全日本2位まではまあいけるよね3分け目がコントロールするなと話していたんですねなるほどまあ僕と全く同じで、えー、全日本2位まではいけるっていう,ような感じなたので、まあ、ちょっとびっくりしてたんで、まあ、だからまあ小田さんも予想はしてなかった発表が起きたんじゃないかなっていう気はします結局発表があ,りまあまりにも遅くなったんで配信は 知らない小田さん状態で終了をしてしまいましたということでということなんですけどうんそうですねだからまあはっきり言いますけど、まあ、結構ですねまああのー、選考前にあの選考を予想してる人って少なかったと思うんですよねうんだから逆に冷静に分析していたらすごいなと思いましたうんあのー、なんだっけな普通っていうか普通って言いますかね結構だからまあ発表が出た後にまあ結構その予想外な 場合ケースが多かったのかなっていう感じとあとは選手目線からするとやっぱり、えー、まあ和田さんの発言と同じような感じで、えーまあ、2位まではいけるよねっていうところは結構あるかと思うのでやっぱ選手からの目線とかで考えるとやっぱそういうことなのかっていう感じはやっぱあります。君そんんなことを言っていたんですか え来季のことを考えると、信成君も全日本優勝を、あそうなんですよね。狙いはないと世界選手権はないかもよ。いきなりグランプリシリーズ発見はないでしょうからね。そうそうなんですよね。うん。だから、優勝しかない可能性は高いかなと思うんですが、来年またね、選考基準変わる可能性はあるので、ちょっとそこら辺がいまいちどのような基準になってくるかっていうところが、ちょっと見えてこないんで、多分来季はさすがに。 ステート連盟もすごい明確になんか、あの、表していくんじゃないかなって思うんですよね。今回の件で。うん。すごい、そんな気はしますよ。なんとなくね。うん。 us さん、ありがとうございます、えー。ジェイソンが全米大会に出るので、今季、ネイさんやヴィンセントが閣僚で休養しているので、イリアとジェイソン対決になりそうですね。ネイさんはアメリカのアイスショーやイベントに参加しているので、えー、学業と両立になっている気がしますが、えー、高難度を入れる試合に合わせていないので、その辺は安易に過ごせていると思います。うん、あそうですね。あの そうですねジェイソンをね全米出るということなんですジェイソンはこの全米が最後になってくるんでしょうかね、まあ、そういった話があったような気がするんですけどまあイリア君のジェイソンでもジェイソン今季グランプリシリーズは全部出なかったということなんですけど、まあ、あと全米選手権だけにこう えっとなんだっけ、集中するということなんですが、イリア君、どうなんでしょうかね、もうすぐで始ま,る始まりますかね、結構、怒涛うのねねえっと年明けになるとは思うんですけどもね、どう,どうなりますかね、イリア選手ね、マリリン君なんですけど、どう,どういう演技というかね、4回転アクセルも含めて気になるんですけど、あとはまあプログラムコンポーネントの面とかも気にはなったりはするので。 ヴィンセントもねえっと休養ということをどうなるのかなっていう感じはするんですがアメリカはあとは強い選手はまあカムデン・プルキネン君とかは出てきていると思うんですけども他の選手はねちょっと分かんないんでうんまあちょっと,えっと復習をしながらねえっと全米選手権見ていこうかと思っています。というわけで皆さんありがとうございました。これでで以上です